はい。ではですね、それでは、山下様に引き続きまして、アジャイルプラクティス、リファレンスガイドですね、のイントロダクションという形でお話しさせていただきます。合同会社カルチャーワークスの掛田と申します。皆さん、こんにちは。今日午後からのスタートということで、ちょっとお昼食べた後って、ちょっとこう話聞いてるだけだとすごい眠くなるんですよね。で、そのあたりちょっと申し訳ないんですけども、どうぞ聞いていただきたいなと思います。この後ですね、実際に手を動かしながら皆さんでこういろいろ考えたり、ディスカッションする時間を設けますので、その時にまあ眠気は覚めると思いますので、ぜひ頑張って聞いてください。で、最初に私が何者かというところをお話しさせていただきます。カルチャーワークスの掛田と言いますが、もともとですね、埼玉出身で東京に住んでおりまして、栄和システムマネジメントという会社にですね、2010年まで、おりました。ただちょっと家庭の都合でですね、愛媛県今松山市に在住しております。で、今日は愛媛からですね、来ております。で、私はですね、愛媛では、アジャイル四国という、アジャイルプロセス協議会四国支部、立ち上げて、そこの代表、支部長という形で、コミュニティの運営をしていたりします。で、東京にいる頃は様々なコミュニティとかですね、発表とか、いろいろイベントとか主催させていただいたんですが、今は四国ですね、愛媛県を中心に活動しております。はい、で、もともとこちら、東京にいる頃はですね、私も栄和システムマネジメントという会社はですね、アジャイル開発をですね、他のお客様のところに行ってですね、トレーニングしたりする立場でしたので、あと周りのそのコミュニティにいろんな仲間がおりましたので、業界をアジャイルするみたいなところ、アジャイルをもっと広めてもっと使えるところに使っていこうよ。そういうところをですね、いろいろ考えていたんですが、今ですね、愛媛県という地方に住むようになりました。そうするとですね、実は業界をアジャイルにとかっていうよりも、そもそも地方はですね、そう仕事がないとか、東京一極集中とか、そういった全然東京のコンテクストと全然違う課題があるんですね。なので、例えば IT 業界をアジャイルにとかっていう話、以前の問題で、いかに仕事を地域で持ってくるか、地域を活性化させるか、地域の企業を元気にするか、そういうところにフォーカスしないといけないっていうことに気づきました。で、今回、アジャイルというテーマでですね、お話、これから進めますが、実はアジャイルというのはですね、そのチームを組んでですね、信頼関係を作って、お客様と一体となってゴールに向かって進んでいく。そういった、進め方をします。なので、地域のいろいろIT 業界に関わらずですね、様々な企業さんが、アジャイル的なですね、考え方で仕事をしていくことで、もっと仕事を持ってくれたり、価値というところにフォーカスして提供していく。そんなことはできないかなと思って、今、地域活性を、アジャイルも使ってですね、できないかなっていうところをですね、今、私の、最大の関心事になっております。はい。すいません。ちょっと前置き長くてすいません。で、本日ですが、アジャイルのプラクティス、ガイドということですね、リファレンスガイド、公開されて、そちらのですね、セミナーという形で、お話しさせていただくんですが、実はですね、その経緯として、その前年度ですね、平成22年度かな ?23 年度かなはい。非ウォータール型開発の普及要因と適用領域の拡大に関する調査概要報告書がありますが、これですね、ここにサブタイトル書いてますけども、国内の中大規模及び大規模プロジェクト、開発プロジェクトへの非ウォーターフォール型開発の適用事例の調査というのをですね、実は私、前年度も行いました。で、この時にですね、この時の、中規模大規模の定義なんですが、中規模は30名以上、大規模は100名以上。会社さんによってはそれじゃ全然大規模じゃないよという話はあると思うんですが、一応そのような、区分けで、いわゆる一般的に少人数で、アジャイル型、非ウォーターフォール型開発やれるけども、実際、今100人以上とかどうなのっていうところをですね、実際現場に、いろいろヒアリングして調査しに行きました。で、その時にですね、出た、いろいろ皆さんすごい工夫されてるんですね。で、この時の調査は、定量的な調査も当然行ったんですが、各現場のですね、工夫というのを、探して、いろいろ聞き出してですね、まとめたんですね。例えば、そうですね、中大規模特有の工夫というと、例えばですね、そうですね、コミュニケーション、段階的な差異をしましょうと。これはですね、チームが大規模だと多くなります。そうすると当然ですね、朝会っていうような、一つチームですね、朝に毎朝囲ってチーム単位でミーティングするっていうのは全員なんかとてもできません。なので、サブチームごとに朝会をして、その朝会の結果をもとに、リーダー、が集まって段階的に朝会をする。そのようなですね、段階的朝会が現場で行われて、それが効果あったんだよっていうような、例えば工夫とかですね。小規模と同様なんだけども、特に注意しなきゃいけないようなものもありました。例えば、そうですね、パイロット導入とかですね。はい。いきなりこう、非ウォーターフォール型開発、全体に、やろうと思っても当然難しいです。当然大規模だとリスクも高まるので、まずは最初パイロット導入で少し試してみましょうと。でその結果をもとに徐々に広げていきましょう。そういうようなところが小規模よりもより注意深く、皆さん現場の方がやっている。そういうですね、情報ありました。で、この調査を通じて分かったのは、いわゆるこうアジャイル型開発、1999年にエクストリームプログラミングという本がですね、アメリカで出まして、それが翻訳されたのは2000年です。で、アジャイルという言葉ができたのが2002年、3年かな。はい。で、その後ですね、当然日本ではなかなか普及しなくて、ちょうどここ数年でですね、認知されてきました。で、その中で、いわゆる欧米でやられていて、じゃあそれを日本に取り入れようと思ってもなかなかやっぱできないんですよね。ただそういう中で、現場の皆さん、この大規模、中大規模の皆さん、現場の方は、それぞれ独自の工夫をしていて、いろいろそういう失敗も、成功もあります。ただ、独自の工夫をしていて、それでこう少しずつですね、自分たちやってきてるっていうのを非常に感じたんですね。で特に小規模とは違ってですね、中大規模、非常にやっぱりこう難しいところもあります。ただそこら辺で頑張ってるっていうところを見てですね、この調査報告書の、最後、提言というところですね、ちょっと書いてるんですが、非ウォーターフォール型開発のリファレンス作成、要は、幅広く事例を拾って、その工夫っていうのをもっとまとめたら、リファレンス的にまとめたらどうかっていうような提言を行いました。で、ここでですね、日本の企業に環境に特有の固有の工夫を集めたいという提言をさせていただきました。で、このような背景がありまして、その次年度ですね、今回テーマであります、アジャイル型開発、プラクティス活用、事例調査、報告書でリファレンスガイドというところにつながってまいります。ちょっと皆さんにお聞きしたいんですけども、この中で、このリファレンスガイドというものをもうすでに読まれたっていう方はどのくらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。じゃあですね、もう次はですね、自分は結構読み込んだよっていうふうにこう自信を持っている方ってその中でどれくらいいらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。はい、で我々、実際この調査をですね、行いました。でですね、成果物としてこのようなものがあります。概要報告書がパワーポイントベースで39ページ。で、調査編ということで、調査そのもののですね、どういう事例が何件あって、で、その中でプラクティスが何件使われてましたみたいな、調査の報告が49ページ。で、今回テーマとなるこのガイド編という部分ですね。やはりこう、プラクティスを収集して、こういう事例で、こんな工夫をしていました。というのをまとめたのが231ページあるんですね。ワードで。で、我々これまとめるのも大変だったんですが、当然読む方231ページのワードの報告書を読むというのは多分ものすごい労力のはずなんですね。本を丸々一冊読むのと変わらないですよね。それ、ここ一番ですね、我々一番危惧しておりました。調査とですね、その結果をまとめて、頑張ってまとめたんですが、ここの231ページっていうのがですね、本当に読まれるんだろうか、というところが我々と一つの心配事となっております。で、この中にですね、調査事例数、国内で26件の事例を紹介します。で、この内訳ですけども、詳細にはご説明しませんが、契約に関しても、例えばその、自社開発でやってますとか、自宅開発で請負でやってますとか、12人ですとか、いろいろこう、バラエティに富んだ、一部の、ところに固まらないような形で事例を集めさせていただきました。で、規模に関しては今回は小規模がかなり多いんですが、一部大規模、中規模、というものが、あります。システム種別についても、こんな感じになっています。26事例なんですね。で、今回ですね、この中で取り扱ったプラクティスが45プラクティスあります。実際はですね、この中でも実際に使われていたところと使われてなかった、例えばものもシステムメタファーというのは使われて、国内では使われてなかったものもあるんですが、45プラクティスをですね、各事例のですね、会社さんに、協力いただいた会社さんにお問い合わせして、どういうふうに使っているとか、というところをですね、お聞きしました。多分日本で、出版されているアジアに関する書籍、いろいろありますけども、すべてのプラクティスを網羅しているものはないと断言できます。そのぐらい、ボリュームとしては膨大です。なので、これをですね、まとめたはいいんですけども、このまま公開して、はい、じゃああと皆さん、活用してくださいって投げっぱなしにしてもですね、到底これ読みこなして活用するにはあまりにもハードルが高すぎる。っていうのが、この調査して、報告書を出した側の非常に課題に感じてました。なので、今日は、この報告書ガイド編ですね。ガイド編をぜひ皆さんに使っていただきたいという思いを持って今日私はこの場に立っております。この後残り2名、私を含めて3名ですけども、皆さん、全員ですね、そのような思いで今日ここに参りました。一応ですね、このファイナンスガイドの中には、こういう形で活用してくださいねというものがまあ一応書いてます。例えば、興味あるカテゴリーのプラクティスを知りたい。そういう方は、じゃあ、興味あるカテゴリーからプラクティスを追って調べてねとかですね。アジャイル実践上よくある問題を知りたい。よくある問題っていうところがあるから、まあ、そこ見てくださいね。事例に使われているプラクティスを知りたいと。各事例さんですね。事例企業さんの事例、プロジェクト単位の事例でですね、どういうプラクティスを使っていて、どういうプラクティスがうまくいってなかった。そういったところも載ってるんで、見てください。以上、こういうふうにまとめたんですけども、なかなか、これ、書いてだけではですね、皆さん多分使っていただこうと思えないかなというふうに考えています。なので、今日はですね、より具体的な、効果的な活用方法をちょっと提示する必要があると思いまして、この後にですね、こういうふうに使っていただきたいというのを具体的なケースをもとに、ちょっと皆さんにご紹介したいなと思います。その前に、すでに読まれた方何人かいらっしゃいましたが、このリファレンスガイドの構成ですね、についてどういう内容が書かれているのかというのをお話しさせていただきます。目次、ですね、リファレンスガイドの目次、ガイド編の目次をまあ見ていただければ構成わかるんですが、大まかにこのような4つの大きいですね、区分けになっています。まず一番上ですね、プラクティス解説。今回、ガイド編の一番キーとなるプラクティスどうですか、どうだったのか、どういうプラクティスなんですかっていうところをですね、きちんと書いてあるのがここの部分です。各プラクティスの紹介ですとかですね、それで解決したい課題、何を実際行うのか、それはどういう効果があるのか、実施上にですね、どういう留意点があるんだろうか、あと実際どういう事例でどういうふうに使ってたのかっていうようなところまで記載しているのがこのプラクティス解説です。次に、よくある問題っていうのがあります。こちらはですね、実際調査事例、いろいろ お話をお聞きしたんですが、そこで大体いろんないくつかの事例ですね、大体3件以上で、こういう課題が、アジャイルを取り入れていく中で、こういう課題があったなっていう共通していると思われるものをですね、ちょっと取り上げて、各事例でどういうふうにそれを対応していたのか、っていうところをですね、まとめたのが、このよくある問題というものです。で次に活用事例。こちらですね、26調査事例のアジャイル開発のですね、採用の背景とか、詳細なこう情報プロパティですね、チームは何人で、どういう業種で、どんな契約形態で、どういうシステムだったんだっていうような部分。あとは、実際そこの事例が使っているプラクティスで特に特徴的だったもの。工夫をしていたもの。逆に、やったけどうまくいかなかった。やめてしまった。というような、普段あまり出ないような、部分のプラクティスもですね、紹介して、この事例で、どんなような背景で、どういうふうに行われていたんだっていう情報を、まとめております。29事例分ですね。はい。最後に活用のポイント。先ほど山下様もお話になりましたが、このですね、利用者が抱える課題に対して、どういうふうにプラクティス、どのプラクティスからこう始めていけば、注目していけばいいのかというところですね、いわゆるこうおすすめ的なものを書いて、おります。ざっとですね、大体こうざっと流すとこのような形なんですが、これからちょっとですね、詳細ですね、ちょっと少し突っ込んでいきたいと思います。まず、プラクティス解説ですが、具体的にはですね、3つのカテゴリーで分類して、それぞれに該当するプラクティスを紹介しております。でカテゴリーというのはここに書いてます。まず、プロセスとプロダクト。これ、いわゆるですね、計画作りとか、まあ、いわゆるこう、イテレーションとか、そういったそのものですとか、そのプロダクトのこう、ビジョンをどうやって作るかとか、要件どうやって管理するとか、そういったところをですね、プロセス、プロダクトというカテゴリーにして、まとめております。例えば、プラクティス例だと、イテレーション計画ミーティングとかですね、日時ミーティング、振り返り、このようなものですね。はい。次に、技術とツールですね。いわゆるこう、開発のですね、設計とか開発の効率化とか品質向上に関するプラクティス、およびツールですね。具体的なツールを紹介しています。例えば、ペアプログラミングなんかはですね、まさにこのあたりですね。あと、テスト駆動開発、リファクタリング、継続的インテグレーション、などなどです。3つ目の、カテゴリーですね。チーム運営、いや、もしくは組織とかですね、チーム環境周り、いわゆるこう、結構人によっている部分ですね。人による部分をカテゴリーとして、まとめています。で例えばこれコミュニケーションとかの円滑化に、関するので、例えばオンサイト顧客とかプロダクトオーナー、ファシリテーター、あと共通の部屋みたいなんですね、ものですね。そういったものが入っています。はい、で最後にですね、この発見されたプラクティスとありますが、こちらはですね、我々がそう最初ですね、調査対象としてアンケートにこのプラクティスやってますかっていうこう一覧を作ったんですが、そこの一覧には入ってなかったけども、実際事例で聞いてみると、あ、複数の事例でやってたねというようなプラクティスを、いわゆるこう発見された、我々が発見したということで、まとめて取り上げております。これですね、大きく、取り上げて4つですね。ユーザーストーリーマッピング、管理用の定義、楽しい工夫、組織構造のバンダリを緩める。このようなですね、プラクティスとしてですね、まとめております。で、このプラクティス解説なんですが、ちょっと項目がですね、かなりこう、多い。ですね。これすべてはちょっと紹介しきれないんですが、まあ名前があります。プラクティスの名前ですね。例えばペアプログラミングとか名前があるんですが、そこにですね、一行キャッチコピーみたいなものをつけてですね、パッとですね、それ何をするのかっていうのがもう少しわかりやすくしてます。で、写真があれば写真を使ってます。別名ですとかですね、まあ要約、状況、問題、ポーズ、まあいろいろありますが、結構このぐらいですね。で、留意点。留意点っていうのはですね、プラクティスを実施するときに留意しなきゃいけない事柄、それは事例でも実際にそこを注意して留意しなかったために失敗しちゃったとか、そういったところを書いています。あとは利用例ですね。あと参考文献なんかもですね、今回プラクティスごとに、つけています。全体の参考文献もあるんですが、プラクティスごとの参考文献もあるので、これはですね、日本語で、もう出版されている本、あるいはもう日本ではもう出てないけども海外出ている本、この辺ですね、もしくはウェブのリソース、様々な、プラクティスに関する参考文献が、有名無名問わず、記載されたので、こちらも、参考になるかと思います。で、まあ、具体的にはですね、ちょっとこの、あまり見えないんですけども、まあ、こんなような、レイアウトになっています。これはですね、日時ミーティングっていう、ものを、こう、ちょっと、してみたんですが、まあ、これ名前があってですね、キャッチコピーがあって、写真があって、で、まあ、いろいろこう、並んでますね。で、ワードの文章で、いわゆるこう2段ですね、2段になっていて、見開きで見れるような形になっているので、多少なりともですね、視線の移動が少ないのでですね、見やすくなっているとは思います。でですね、こちらですね、利用例とかですね、最後にこの参考文献なんて載っていて、関連プラクティスなんか載ってます。これは、実際このプラクティスをやる、実際実施するためにこっちもちょっと考えておかなきゃいけないよ。その次にやった方がいいよっていうような、まあ、様々な関連するものを、取り上げてますので、このプラクティスを実践するんだったらこっちもちょっと見ておかなきゃっていうようなヒントになってます。でですね、このプラクティスというまとめ方、一般的にはプラクティス、このような、まあ、模式図になりますが、ある問題があって、それに対して、解決策としてこういうことをやるといいよ、っていうのがプラクティスになります。でその結果ですね、この問題を解決して望ましい結果、まあ、いわゆる目的ですね、に達成するような、形でですね、これ使われるんですが、プラクティス、フォーカスするとですね、よくありがちなのは、何をしましょう、これをしましょう、することに、こう、ついですね、何をすればいいっていう文面しか載ってない場合が多いんですね。で、この問題としてはですね、問題の背景が文脈によって異なる。つまりですね、現場によって、その問題と言いながらも、状況は違いますよねっていうお話があります。当然、プラクティスはいろんな現場でも大体通用するというような、大体こう広いところでも大体こう使えるというような、ものが大体こう出来上がってきていますが、それでもですね、このあたり文脈が無視される場合が多いというふうに考えています。あとはそもそもなんでその解決を選んだんですかっていう根拠はよくわかりませんと。他にもいろいろこう問題解決の、他にもいろいろあったよね。でもなんでこれなんだろうっていうところがプラクティスっていうまとめ方だけだと、なんか見えない。で、最後にその実施することが目的になってしまうことが多い。で、これはですね、現場で例えばその、朝会、日時ミーティングやりましょう。で、まあ始めるとしますと。で、毎日やるんですけども、ふとですね、なんでこれやってるんだっけみたいな感じになるケースがたまにあるんですね。それは朝ですね、朝会をしようというところしか見てなくて、それが何を問題解決したいのかっていうのがあまり見えてなかったり、意識しない、そういう状況から起こり得る、ことだと思っています。で、今回ですね、プラクティスをまとめるというときに、このパターンフォームっていうのをちょっと使っていました。知ってる方はご存知だと思いますが、デザインパターンとかって言われる、いわゆるですね、ソフトウェアパターンというふうに言い方しますけども、そのフォーマットを模していますと。で、これはですね、まあ、先ほどプラクティスはですね、この解決策しかフォーカスしませんでしたよっていう話しましたが、どういう状況の中で、どういう問題が起きて、それに対して何をして、どういう結果があるんだっていうところを、まあ、紹介するとともに、まあ、フォースって言うんですけども、解決策をですね、選択する上で決め手になった事項とか制約とか、そういったところにもこう、目を向けてほしい、考えてほしいという、思いを込めて、このパターンフォームというのを使っています。で、解決策はですね、望ましい結果をもたらすこともあれば、そうじゃない、こう、反省的な、望ましくない結果をもたらすことも、まあ、あり得るんですよね。なので、盲目的にプラクティスやりましょうではなくて、その状況が本当にそれにふさわしいのか、その結果何を期待するのか、逆に言うと、その、プラクティスを実施した結果、何がこう逆にこう困るのか、そういったところをですね、考えてほしいという意味を込めて、このパターンフォームというのを使って紹介しております。ね。で、お前としては、解決策が選ばれるコンテクストを明示。もちろん、今回のプラクティスガイドで、皆さんの多種多様な現場のですね、その状況みたいな話は、当然表現しきれませんが、こういったコンテクストとか、その解決策を選ぶにあたった考慮点、フォースと言います。というところもですね、皆さん考えていただきたい。で、ポイントはですね、現場の状況に応じて解決策の選択を可能にしたいというところがあって、これを選んでます。で、ここまでですね、もしかしたら、おかしい、一つ物足りないなと思っている方がいらっしゃるかもしれませんが、実は、今回のプラクティスガイドでは、いわゆるこう、スクラムとか、エクストリームプログラミングとか、いわゆる開発方法論のくくりは、取ってません。その理由は一つ。スクラムとか XP とかそういう開発方法論のセットで考えることも大事なんですが、そこばかり捉えてるとですね、それをやることが目的になってしまうっていうような状況があります。なので、今回のプラクティスガイドでは、まあ、このパターンフォームっていうのを使ってるともそうなんですが、今自分たちの現場で何困ってるんだろうで、どれを使えばいいんだろうそれがスクラムっていう大きいセットなのか、セットでもいい、まあいいんですが、それよりも、この問題には、例えば、朝会だよねとか、そういったプラクティス単位で、こう、取捨選択してカスタマイズしていただきたいという思いがあって、あえて、その、方法論っていうですね、くくりは入れていません。はい。ちょっとペースアップします。すいません。次です。よくある問題です。これは先ほど申し上げましたが、実際に調査を行った上でですね、同じような課題にぶつかってるよなっていうふうに感じた、ですね、事例からですね、情報収集してよくある問題というふうに取り上げています。これはアジャイル型開発を実施する中で、多分皆さんいろんなところでぶつかって課題と、その乗り越え方をこう提示、紹介するものですと。これはですね、まあ問題自体もそうなんですが、その問題をクリアしないとどういう結果が待ってるんだろうみたいに予想される結末とか、それ実際現場ではどう解決したんですかっていうところはですね、どのプラクティスを使ってどういう工夫をしているかというところはまとめてあります。次に活用事例ということで、これは先ほど申し上げた通り、個々の活用事例、つまりですね、調査先ですね。どこどこ会社さんの何プロジェクトというところの事例が26事例入ってますと。で、この中ではですね、事例プロフィール、あと使用プラクティスですね。使用プラクティス群は、やっぱこちらの事例で注目していただきたいのは、どういう特徴的な工夫をしていたのかと。あとは、何がうまくいかなかったのか、それなんでやめちゃったのかとか、そういったところにですね、ぜひ皆さん注目して見ていただきたいなというふうに思います。本当に実態ですよね。かなり赤裸々に書いてあります。はい。で、活用のポイントとしては、このですね、9つですね。9つの、現場の特性、いわゆる現場が、こういう課題があるから、アジャイル型開発をしたいんだっていう、スタートラインになるその現場の特性、課題を切り口に9つ、それ紹介しまして、それに対してこういったプラクティスを適用したらどうですか、お勧めできますよというようなものをご紹介している項目です。で、これまでお話しした中ですね、このようにですね、プラクティス解説、活用事例、よくある問題、活用のポイントとありますが、それぞれが結構関連しています。残念ながらワードなので、ハイパーリンクはできないのでちょっと申し訳ないんですけども、例えばプラクティス解説の中でですね、そのどこの事例がそれを使ってるんだろうっていう事例が引っ張れますので、その事例を見たりですね。で、そのある事例を見ていてですね、これうまくいってなかったんだ。なんでうまくいかなかったんだろう。他はどうなんだろうっていうと気になったらですね、プラクティス単体の解説のところに戻って、見てみる。他の事例がどうなってるか見てみる。そんなこともできますし、活用のポイントだとですね、こういう、例えばその、初心者ばっかりで始めちゃったらどうしようみたいな課題の時に、こういうプラクティスがいいよという紹介されてるんで、じゃあ実際に具体的なプラクティス何をするんだろうかっていうところですね、このプラクティス解説に立ち戻ってみたり、実際活用のポイントで、活用事例で実際にこういうふうに行われてましたみたいなのがあるんで、そのリファレンスを辿ってですね、活用事例自体の、もう少し具体的な、情報を調べたり、できます。よくある問題もそうですね。よくある問題も、あるプラクティスを工夫しているのがあれば、そのプラクティス解説も辿れますし、よくある問題で、この事例ではうまくいってませんでした。という話があれば、活用事例に関して、辿ってみる。このようなですね、リンクが、貼られています。なので、項目はですね、別々に見るというよりも、相互にですね、ちょっと追いながら見ていただきたいなというふうに、考えています。で、ここからですね、どのように活用するかという話に入るんですが、あまり時間がちょっとないので、すいません。適度に飛ばしながらいきます。はい。例えば今回ですね、3つのケースで考えました。1つはですね、アジャイル型開発、これから取り組もうとしてるんだけども、どう始めたらいいんだろうというような場合。2つ目は、例えばスクラムを導入して始めたばっかりなんですけども、回すのは結構手一杯で、そもそもこれってどんな利点があるんだろう、どんな注意点があるんだろう、なんていうのをですね、ちょっと調べたい場合。で、3つ目は、それと実際ですね、アジャイル開発、実践してるんですが、うまくいってない。そんなケースでですね、ちょっと考えてみました。まずですね、どう始めればいいかという話で、このリファレンスガイドを紐解いていただく場合には、まずその目的とかですね、課題。なんでまずその自分たちの現場がなんでアジャイル型開発をしたいと考えているのかっていう目的。どの課題を解決したいからそれを始めたいんだっていうところをまず最初に考えていただくのがまず最初。リファレンスガイドの前ですね。で、それの上に、じゃあその目的課題に合うのは何だろうっていうのを探すためには、その活用のポイントっていうのをまず見ていただきたいなと思います。もちろんこれ全てがですね、ここに書いてあるとは限らないんですが、例えば初心者ばかりで、大変とかですね、コストが非常に制約があって大変とか、そういった活用ポイントの一つの9つの区分けの中に、もしかしたら皆さんの、目的課題が当てはまるかもしれません。で、その流れでですね、じゃあ実際にこの活用のポイントで書かれているようなところを実際やってる事例ってどういうことをやってるんだろうっていうのを見ていただく。あとですね、何から活用事例で実際ですね、始めてるプラクティスがあったら、じゃあどこから始めようかっていうところでプラクティスの詳細に見ていただく。で、よくある落とし穴なんだろうなっていうところで落とし穴を探していただく。こんな形でですね、順番で見ていただければいいと思います。実際にですね、試しに提示したいんですけども、まず、例えば初めてアジャイル型開発に取り組むというですね、これ活用のポイントの185ページです。すみません、資料にはちょっとないんですが、はい、ここにですね、初めてアジャイル開発に取り組む場合にはですね、今回の事例ですと、アジャイルコーチを頼んで指導してもらったみたいな話とか、振り返りで改善点をまず上げていって改善していった。このような話が出てくるんですね。なので、あ、こういうプラクティスがあるのか。こういうプラクティスが有効なんだ。というところで、まずプラクティスがわかります。で、その後にアジャイルコーチというですね、プラクティスの詳細ですね、見ていきます。で、そうするとですね、ここだと、G社事例9の場合は、プロジェクト発足当初から社外アジャイルコーチ、うんぬんって書いてますので、あ、なるほどと。事例9って発足当初からアジャイルコーチ呼んでいたんだと。じゃあここの事例ってどういう事例だったんだろうっていうところですね。次事例に飛びます。で、事例9の G 社というところですね。こちらはですね、実際、特徴的なプラクティス、いろいろ書いてます。で、例えばイトレーションというところはですね、反復型開発は必須であったんですが、最初は1週間だったんですけども、ちょっと短く、休日があると4日になって短くなるので、適時1週間か2週間どちらかにスプリントのイテレーションの反復期間を変えていたというような、話がありますと。で、完了の定義が反復ごとに成長していった。なるほどと。イテレーションって具体的にどういうふうにやってたんだろうみたいな話をですね、またイテレーション飛んで、ここですと、例えば、イテレーションの長さはチームに必要なフィードバックの間隔で決めてくださいと。チームの習熟度が低かったり、不確実性が高いプロジェクトの場合には、イテレーションの長さを短くして、例えば1週間。逆に、不確実性がそれをなく、チームにも成熟している場合には、イテレーション長くしても構いませんよというような、イテレーションの長さを決める一つのその、ヒントが載ってるんですね。こういうところで、あ、なるほど、イテレーションの幅ってこう決めるんだと。我々のじゃあ現場どうなんだというようなところでですね、見ていただく。はできますと。はい。で、次なんですが、ちょっと時間的にもうそうですので、ここですね、ここでちょっと、この解説して、締めに入りたいと思います。例えば、皆さんの、現場ですね、スクラムを導入し始めたばっかりなんですと。なかなかこう大変で今手が回っていなくて、これからですね、やっていく上で、このプラクティスの注意点って何なんだろうっていうのを知りたい場合。で、まず自分たちのうまくやれてるかっていうところは、まず気になると思いますので、まずはそのスクラムという、枠組みで考えるならば、スクラムで実際に行われているプラクティスというのは皆さん当然ご存知なはずなので、そこのプラクティスの項目を紐解いていただきたいと思います。で、実際じゃあそのプラクティスって他の事例でどうやってたのっていうところを知りたい場合には、活用事例の方を参照していただく。で、実際にですね、より良い方向に進んでいるのか、なんか落とし穴はまりそうじゃないのかっていうところをですね、よくある問題というところを見ていただいて、思い当たるところはないのか、なんていうので調べていただく。このような使い方ができます。例えば、スクラムではですね、スクラムマスターという役割が非常に重要になります。いわゆるですね、チームが機能しているかどうかをチェックする人ですね。チェックして、チームが機能することを支援する、サーバントリーダーシップという、役割を行う方です。で、これはですね、今回の、プラクティスガイドだと、ファシリテーター、スクラムマスターというようなプラクティス名で紹介されています。で、ここを見るとですね、例えばここですね、またスクラムマスターでは、スクラムの中でも重要な役割である以下の異なる役割を演じる必要があると。例えば、触媒、成功のために協調作業を促進する。官僚マスター、チームに自分たちの官僚の定義を守らせる。牧羊犬、チームがプロセスを脱線しないように監視する。鏡の剣士、ちょっと難しいですよね。チームに自分たちの改善すべき点を気づかせる。コーチ、改善に挑戦させてアドバイスを送る。で、チアリーダー、チームを勇気づけて、ポジティブなフィードバックを送ると。よくやったね。よくできてるよ。ということなんですね。で、ファイアウォール、チームを外部からの妨害から守ると。で、プロダクトオーナートレーナーということで、プロダクトオーナーがより良くなるために支援する。このようなことをスクラムマスターは演じる必要があると書いてあるんです。で、これ実はですね、この文面は、英語の、スクラムマスターというですね、ドキュメントにしか載ってないので、日本語だとこれ、今はちょっとどなたかブログで訳しますが、ない情報なんで、こんなことをスクラムマスターやらなきゃいけないんだっていうのがわかるんですね。だから知らなかったと。こういうことですね。スクラムをやっていても、こうやって新しい発見があると思います。例えばこのスクラムマスター見るとですね、M 社事例25では今までエンジニア兼スクラムマスターだったんだけども、エンジニアとスクラムマスターを兼任すると、非主眼的になるので改善が進まないとか、他のメンバーが受け身になってしまうというような問題が発生したため、スクラムマスターを選任するようにした。ということが書いてあるんですね。そうすると、25の事例っていうのは、そういうことが行われてたんだ。じゃあ25の事例と何をやってたんだろうっていうところでですね、そのスクラムマスターの兼任をやめた背景というのをちょっと知りたくなる。で、事例25の M 社のところですね、見るとですね、この看板っていうのがあってですね、スクラムはプロダクトの開発初期のように計画を中心にして変化していく、変化強要するフェーズに向いているけども、そもそも見積もりや計画ができない業務については看板でやってると。スクラムが合わないのこら看板っていうのを使ってやってるって書いてあるんですね。あ、こういうスクラム合わない場合もあるんだって、ここでわかるわけです。で、ここで看板というですね、プラクティスですね、実際あるので、そこのところに行くとですね、計画を立てたいが、いつどのくらい要件が発生するのか予測できないみたいな予測、そもそもスプリント、イテレーションという短い期間の計画すらも立てられない状況の時に使いなさいというふうに書いてあるですね、このプラクティスは。あ、なるほどと。スクラムとりあえずやってみたけど、イテレーションとかっていう計画をするのはそもそも変化あまりにも激しすぎると、そもそもそれ自体がロスになるんだ。というのはここでわかるわけです。というように、どんどん事例とかですね、この26事例とこの45のプラクティスの、いろいろ皆さん工夫、現場の状況を辿っていくことで、単純に本をですね、読んだだけではわからない、実際生のものが辿れるわけですね。はい。ギリシャが向いてない場合もあるのかと。はい。ちょっとここは時間がないので、ちょっとすみません、飛ばします。この場合はですね、はい、ちょっと飛ばしますね。時間かかりますが。はい、このようにですね、今私があるストーリーに基づいて、ハイパーリンクを辿りましたが、実際このハイパーリンクはないので、皆さんがこう、多分印刷とかですね、PDF でですね、検索してやっていただかなきゃいけないんですが、このようにですね、分量がそれなり膨大にある分ですね、内容もそれなりに、充実していると思います。特に生々しい事例の話が、載ってます。はい、すいません。で、このようなですね、リンクを辿ることで皆さんの、現場の課題、もしくはですね、やりたいことにマッチするものが、何らかのお手伝いできるんじゃないかなというふうに考えています。で、ここまでまとめです。はい。で、今回の、リファレンスガイドですね、アジャイルプラクティスの、リファレンスガイドというのがガイド編というのがあります。で、これは国内26事例、45プラクティスを調査したものです。で、プラクティスのですね、現場の工夫というのが紹介されています。単純に一般的なプラクティス、何々しましょうだけではないです。そこの、その上でさらに現場のどういう問題に対してどういう具体的な工夫していたかっていうところも載ってます。で、事例から課題とか対応策、独自の工夫っていうのが紹介、参照されているのが紹介できます。で、これは日本のアジャイルの貴重な現場の事例です。もちろんこれは調査した時のスナップショットの情報なので、もちろん今はもう時間が経ってますから、多分ここの現場もどんどん新しいやり方を多分編み出してますし、広い他の現場もどんどんやってますから、あくまでもスナップショットに過ぎないんですが、少なくともそれまでの、日本の現場で行われてた貴重な事例の、資料だと考えています。ですね、単純にプラクティスやりましょうだけじゃなくて、皆さんの現場の状況に応じて多様な使い方ができる、ガイドに、なっているというふうに、考えております。なのでですね、ぜひ、このリファレンスガイド、皆さんのですね、アジャイル開発の実践のですね、お供に、ぜひ活用していただきたいなと思って、私のお話、ここで締めさせていただきます。ありがとうございました。